はい、どうも、銀杏と申します。DS 山村美沙サスペンスの続きからです。で、舞妓、小菊のお話を進めてるんですけども、途中から始めると、この画面が出てきましたね。西村京太郎の時は、なんか京太郎くんが喋ってたんですけども、今作は特に ないみたい、ああいうのは。なので、じゃあ、この画面から早速始めていきましょう。ゲームを始める。洋服着て外に出るんも、なんや久しぶりやわ。今回は洋服なのね。昨日の夜は聞いたかぶってよう眠れへんかったけど、でも桶屋のおかみはんからも許可が出たことやし、精一杯頑張らなあかんわ。まずはアガサコーヒー店に行って聞き込み調査どうすな。そこでお財布から出てきた鏡班の写真の件がはっきりするんやろか。じゃあ早速移動しましょう。アガサコーヒー店へ移動します。さんまの名探偵みたいな移動だよね。 ここがアガサコーヒー店か。コーヒーのええ香りがする。素敵なお店どうすな。それにしてもこの内装、昨日見たあの写真と全く同じに見えるわ。やっぱりあの写真はここで撮ったものなんやわ。2人で喫茶店に来たのに他人のふりするなんて。やっぱり鏡班はなんか怪しい気するわ。一人で考えてもしゃあないわ。お店の人に聞いてみよう。あそこにいる人がマスターはんなんやろか。じゃあマスターをタッチします。こんにちは。お忙しいとこすんまへん。いらっしゃい、お嬢さん。失礼どすけど、ここのマスターはんどすやろか。ええ、私がここのマスターですよ。人物相関図にマスターが追加されました。マスター、アガサコーヒー店のマスター。お嬢さん、私に何か用ですかな？ちょっとお聞きしたいんですけど、豆ひなはんっていう舞妓はんのこと知ってはります？ええ、知っていますよ。ここへよく来られていましたから。確か昨日亡くなられたとか。ええ、そうどす。その豆ひな班についてお聞きしたいことがあるんですが。豆ひなさんについてですか。お嬢さんには申し訳ないが、お客様の話を人に漏らすわけにはいきませんな。まあそうだよね。当然やけど、そう簡単に話してくれへんみたいやわ。でもここですぐに引き下がったら、何の情報も手に入りまへん。もう少し粘ってみよう。マスターはん、実はうち、昨日の殺人事件のことを独自に調べとるんどす。そやから、どうしても、豆ひな班のことを知りたいんどす。お願いできませんやろか。殺人事件の調査ですか？一体なぜお嬢さんがそのようなことを？うちが調査を知っている理由どすか？ここは慎重に答えなあかんわ。実はうち、喋り方でわかると思うんだけどね。 じゃあ選択します。豆ひなさんとは舞妓仲間なんです。これを選択します。
実はうちも豆ひなはんと同じで舞妓をしているんです。うちと同じまだ若い舞妓はんが殺されたことが許せへんくて、だから豆ひなはんの無念を晴らしたいんです。マスターはんがお客はんを大切にする気持ちもわかりますけど、どうか話してもらえませんやろか。ですが、お客様のことを話すわけには、その豆ひなはんのために真実を明らかにしたいんです。お願いします、マスターはん、うちに協力してください。わかりました。私に答えられることでしたらお話ししましょう。ありがとうございます。マスターはんの気が変わらへんうちにいろいろ話を聞いてみよう。なんか結構コロッと話聞けるようになっちゃったけどね。豆ひなのことについて聞きます。豆ひなはんってどんな人やったんですか？とても良いお客様でしたよ。少々気の強いところもありましたが、うちのコーヒーをとても気に入ってくれていましてね、何度も足を運んでくださいました。やっぱり豆ひなはんは常連はんやったんや。豆ひなはん、いつも一人で来てはったんですか？それとも誰かと一緒に？お嬢さんは何が聞きたいのですかな？豆ひなはん、男の人と一緒に来たことはあらはりました？男の人と一緒に来たことありますよね。そうですね。彼女のお客様と一緒に来店されたことも何度かありました。お客はん、もしかしたら鏡はんも一緒に来たことあるかも。豆ひなはんと一緒に来た男の人について教えてもらえませんやろか。教えてほしいと言われましても、豆ひなさんは様々な方を連れてきていましたので、一体誰のことを話せばいいのやら。そうなんですか。こうなったらあれを見せて話を聞き出すしかないわ。じゃあ持ち物を見せます。ここで見せるのは、じゃあ机の写法を見せよう。決定。すんません、この写真の中のここにいる若い男の人、豆ひなはんと一緒に来はりました？見覚えありますやろか。さあ、どうでしたかな。マスターはんがあんまり話したくない気持ちもようわかります。でもうち、ここに2人がいたっていう証拠を見たことがあるんどす。それはこれどす。 どれどす？あ、写真ね。豆ひなと鏡の写真を見せるどす。うち、ここで撮影された豆ひなはんと鏡はんの写った写真を見たことがあるんどす。マスターはん、2人はここに来たことがあらはりましたよね。ええ、一度だけですがね。おそらくお嬢さんの見た写真は、私が豆ひなさんに頼まれて撮った写真でしょう。はっきりと覚えておりますよ。やっぱり豆ひなはんと鏡はんは一緒にここに来てたんや。ということは、やっぱり鏡はんは豆ひなはんとの関係を隠そうとしてはったんやろか。鏡はんのこと、もっと聞いてみた方が良さそうやわ。鏡と豆ひなについて聞きます。
さっき言うてはった若い男の人と豆ひなはんってどんな雰囲気どうしたか？雰囲気と言いますと、すごく仲良しやったとか、まるで恋人同士みたいやったとか。少なくとも恋人同士という感じではありませんでしたな。そうなんですか？豆ひなさんは嬉しそうに話しかけていましたが、男性の方はあまり良い顔をされていなかったので。ほな、その男の人は豆ひなはんのことが好きやなかったってことですか？断定はできませんがね。私が写真を撮った時も嫌そうでしたし、常に他人行儀でした。最終的には先に帰ると言って一人で帰ってしまいましたので。それって豆ひなはんの片思いやったってことなんやろか。これはかなり重要な情報なんかも。豆ひなは鏡に片思いの感情を抱いていたと判明しました。どうやら豆ひなは鏡に片思いをしていたようだ。あとは豆ひなについてもっと聞きます。すんません、豆ひなはんについてもう少し教えてもらえませんか？もう少しと言われましてもな。そうどすな。ほな、誰かが豆ひなはんの悪口を言うてたとか、仲悪そうにしてたとか、そういうことってあらはりました？私はそういう話は好みませんので。そうやって隠したがるってことは何かを知ってはるんですね。1週間ほど前のことでしたか。豆ひなさんと中年くらいの男の人がここへ来て大喧嘩をしていました。大喧嘩？ええ、二人とも大声でお互いのことを罵り合っていました。その話もっと詳しく教えてください。申し訳ないが、お嬢さんにはこれ以上話すことはできませんな。でももしかしたら豆ひなはんが殺されたことと関係ある話かもしれません。どんな些細な情報でもうちには必要なんどす。マスターハン、お願いします。確かその男性は京織物の作りに勤めている方でした。それってさっきお見せした社報の会社ハンドスよね？ええ。これ以上は何も聞かないでください。こちらの信用に関わりますから。豆ひなはんが津久井の人と大喧嘩。これってもしかしたら今回の事件と関係あるんとちゃうやろか。証拠、豆ひなが津久井関係者と大喧嘩を入手しました。豆ひなが津久井関係者と大喧嘩。豆ひな殺害事件の約1週間前、アガサコーヒー店で豆ひなと津久井関係者の男性が激しく口論していたらしい。じゃあ鏡についてもっと聞こう。豆ひなはんと一緒に来てた若い男の人についてもっと教えてください。教えろと言われましても。ただ豆ひなさんに言い寄られて本当に迷惑そうだったことだけは確かですが、具体的にはどんな感じやったんですか？いい加減にしてくれと声を張り上げていたこともありました。強気な豆ひなさんが
怯えてる姿を見たのは、あの時が最初で最後でしたな。鏡班、そんなに豆ひな班が迷惑やったんや。もしも鏡班が犯人班なら、豆ひな班が邪魔やったから殺したってことなんやろか。まだ犯人班かどうかは分かりまへんけど、でもやっぱり怪しいわ。おおきに、いろいろありがとさんどした。うち、これで失礼しますね。そうですか。では、またのご来店をお待ちしておりますよ。鏡班、豆ひな班とはあまり面識がないって言うてはったけど、今の話を聞いてる限りでは、全然そんなことないみたいやわ。鏡班、うちに嘘つかはったん？でも、一体何のために？まさか、ほんまに鏡班が犯人班なんやろか？これは、鏡班本人から直接話を聞いた方がええわ。鏡班が店長してはる福井の直営店に行けばあるかもしれへん。とりあえず行ってみよう。じゃあ移動します。せめてコーヒー一杯飲んであげればよかったのにね。ここが津久井の直営店。ほんまに立派なお店どすな。いらっしゃいませ。どうもごめんやす。まあ可愛らしいお嬢さん、ゆっくり見ていってくださいね。おおきに、ありがとうございます。人物相関図に店員が追加されました。店員、津久井の直営店で働いている。これ必要なのかな。鏡派の姿が見当たりませんな。奥の方にいはるんやろか。とりあえずこのお姉班に聞いてみよう。手の位置が気になるね、この人。じゃあ店員さんタッチします。お客様、京織物の帯をお探しですか？それとも誰かへのプレゼントを？あの、ここで店長したはる鏡班いはりますやろか。え、鏡店長ですか？あの、鏡店長は席を外しててもうすぐ帰ってくると思いますけど。失礼ですけど、あなた店長のお知り合い？あ、うち祇園で舞妓しています、小菊って言います。鏡班とは昨日お座敷でお会いしたんですが。まあ、あなた舞妓さんなの？へえ、舞妓さんも洋服を着る時があるのね。すごい、私舞妓さんと話をするのって初めてだわ。どうもありがとうございます。なんや、テンションの高いお姉はんどすな。あ、そうやわ。このお姉はんから鏡はんについていろいろ聞いてみようかな。あの、鏡はんが帰ってきはるんを待たせてもろってる間にお話も聞いてもよろしおすか？話？もちろんいいわよ。どうせ今日は暇だし。で、一体何が聞きたいのかしら。噂話好きっぽいね、この人ね。じゃあ鏡について聞きます。あの、鏡班について話を聞きたいんですけど。話ってどんな？誰かのことが嫌いみたいやとか、誰かに好かれてはるとか。まあ、そういう話が聞きたいの？あ、飽きまへんやろか。
全然大丈夫よ。私、そういう話得意だから。はあ。小菊が鏡さんのこと好きみたいに思われちゃうね、これね。そうね。店長ってとても素敵なんだけど、ちょっと冷たいのよね。特に自分に言い寄る女の子にはきつい態度を取るらしいのよ。この前なんて本社の女の子が冷たくされたって言って、ロッカー室で泣いてたって噂よ。ロッカー室 で泣いてたんだ 鏡はんって自分に言い寄る人は嫌いなんですか？ええ、なんだか最近女の子にチヤホヤされるのを極端に嫌ってるらしいわよ。鏡はん、女の人が嫌いなんどすやろか。そう思うでしょ？でも実は今可愛い彼女がいるらしいのよ。彼女どすか？ああ、そうなんですか。ええ、しかも鏡店長よりかなり年下の小柄な女の子なんですって。あの鏡店長が若い子にデレデレしてるなんて意外な光景よね。言い寄る人に対しての冷たい態度に年下の彼女を一応覚えておいた方が良さそうやわ。人物相関図の鏡幸也の内容が更新されました。鏡幸也、津久井の直営店店長、自分に言い寄る女性には冷たい態度を取るようだ。証拠、鏡に年下の恋人の噂を入手しました。鏡に年下の恋人の噂。鏡に年下の恋人がいるという噂があるらしい。他にも聞きたいことがあったら何でも聞いて。私、津久井の関係の噂話なら何でも知ってるんだから。ほな、高木はんや津久井社長のことも聞いてみようかな。怖いね、こういう人ね。なんか下手に相談事とかできないタイプだよね、こういう人って。 じゃあ高木について聞きます。高木専務について何かあったら聞きたいんですけど。高木専務ね、あの人なんだか地味な顔してるでしょ。パッとしないっていうか。でもね、プライベートでは意外と派手に遊んでるって噂なのよ。最近いろんなとこに旅行に行ったりしてるし、高い買い物してるって噂だし。しかも祇園にお気に入りの舞妓さんがいるらしいのよ。ねえ、舞妓さんと遊ぶのって結構お金かかるんでしょ？そうどすな。確かに結構なお金がかかると思います。やっぱりそうよね。高木専務ったら顔の割には豪勢なのね。なんでも舞妓さんにかけるお金は社長以上って噂なのよ。さすがに度が過ぎてるわよね。あの、高木はんが気に入ってはる舞妓はんってなんて名前の人ですか？それは、忘れちゃったわ。なんか和風っぽい名前の人。そうですか。それは覚えといてもらいたかったけどな。それにしても、高木はんってそんな派手な人やったんや。なんや意外やな。証拠、高木の度が過ぎた豪遊を入手しました。高木の度が過ぎた豪遊。高木は津久井よりもたくさんのお金を使って豪遊しているらしい。全然なんかね、舞妓に興味ないって感じだったけどね。では、津久井について聞きます。津久井の社長派についてお聞きしてもよろしいどすやろうか。社長か。あんまりパッとした話は聞かないわね。あ、そうそう。昨日、社長のお気に入りの舞妓さんが亡くなったらしいんだけど、その舞妓さんのお葬式の代金は、
全て社長が出すらしいわよ。え、そうなんですか？ええ、今朝本社の友達がメールで教えてくれたのよ。社長ったらさすがよね。津久井社長、ほんまにマメヒナハンのことが大切やったんは、やったんわって言っちゃってごめん。あ、そうだわ。これは社長というか次期社長の話なんだけど、どうやら次期社長の最有力候補は高木専務らしいのよ。そういえば、昨日のお座敷で津久井社長がそんなこと言うてたわ。私はあんな冴えない顔の男が社長なんて嫌なんだけどね。個人的には加賀見店長みたいなかっこいい人がいいけどな。若社長って感じで素敵じゃない？でも仕事は別に顔でするわけじゃないからな。はあ。証拠、次期社長にまつわる噂を入手しました。次期社長にまつわる噂。津久井は高木をとても高く評価しており、次期社長にとも考えているようだ。いろいろお話聞かせてもろってありがとさんどした。いえいえ、でもなんだか喋り足りない気分だわ。あんなにたくさん喋らはったのに。あ、加賀見店長。ああ、いらっしゃいませ。お客様、何かお探しでしょうか？うち、コギクです。昨日、花吉班でお会いした。ああ、舞妓のコギクさんですか？洋服を着ているとイメージが変わりますね。気づきませんでした。あ、じゃあ私は向こうの商品整理してきます。小菊ちゃん、ごゆっくりね。ところで、今日はどういったご用件でしょう。帯をお探しなのでしたら、売り場をご案内いたしますが。あ、いえ、お品を見せてもらいに来たんやのって。加賀見藩に会いに来たんどす。え、僕にですか？なんやろう、今嫌そうな顔しはったような。さっきの店員はんが言うてはった通り、女の人は嫌いなんやろか。僕に何かご用でも？なんや話しにくい雰囲気やけど、でもここまで来たんやから加賀見藩に雛菊藩との関係をちゃんと聞き出さなあかんわ。昨日亡くなった豆雛藩のことをお聞きしたいんどすけど。ああ、豆雛さんのことでしたか。ええ、僕に分かることなら何でもお話ししますよ。じゃあ、選択っつっても1個しかないけど、加賀見と豆雛の関係について聞きます。昨日、豆雛班とはあまり面識がないって言うてはりましたよね。それが何か？あれ、嘘やったんとちゃいますの？いいえ、僕は嘘なんてついていませんよ。そもそもどうして嘘をつく必要があるんです？どうしてかは知りまへんけど、加賀見藩が嘘ついてたっていう証拠ならうちにあります。これから加賀見藩と豆雛藩が他人やないっていう証拠をお見せいたします。他人だけどね。鏡に推理をぶつける。鏡と豆雛の関係を暴け。
では加賀美はんと豆ひな班の本当の関係について話させていただきます。まったく小菊さんが何をおっしゃりたいのか理解しかねます。僕は豆ひなさんとは何の関係もありません。それは紛れもない事実です。いいえ、そんなはずありまへん。もしお二人が赤の他人やったら、こんな証拠が残らへんのどす。加賀美と豆ひなの関係、選択肢ね。じゃあ、これは写真ね。豆ひなの財布に加賀美の写真、これを選択します。決定。豆ひな班のお財布から写真が出てきたんどす。喫茶店で豆ひな班と加賀美班が一緒に写ってはる写真が。赤の他人が一緒に喫茶店に行って写真を撮らはりますやろうか。それは。喫茶店で偶然会ってコーヒーを飲んだだけですよ。たまたま会って写真を撮ってそのまま別れた。ただそれだけのことです。僕と豆ひなさんはただそれだけの関係ですよ。いいえ、そんなことありまへん。少なくとも豆ひな班は加賀美班に対して特別な感情を持ってはりました。それはこれどす。豆ひなは加賀美をどう思っていた？じゃあ選ぶどす。片思いをしている。で、決定。豆ひな班は加賀美班のことが好きやったんどす。加賀美班は豆ひな班に誘われてあの喫茶店行かはった。そしてお店のマスター班にあの写真を撮ってもらったんです。お店のマスター班、二人で来はった時のことよう覚えてはりましたえ。うちは何もかもお見通しなんどす。もう言い逃れはできまへんえ。結論、豆ひなは加賀美に片思いしており、二人は一緒に喫茶店行って写真を撮ったこともある。この二人が赤の他人であるとは思えない。赤の他人だけどね。 それでも 加賀美班、全部話してくれますよね、豆ひな班との関係を。加賀美と豆ひなの関係について聞きます。なんで昨日豆ひな班のことあまり知らへんって嘘つかはったんどす。何か隠してはることでもあるんどすか。別に隠し事など何もありませんし、嘘もついていませんよ。でも確かに豆ひなさんと一緒に喫茶店行ったことありますし、そのことはお話ししませんでした。ですが、ただそれだけのことですよ。豆ひなさんが勝手に惚れてきただけで、僕は何とも思っていなかった。まあそんな感じだよね。僕自身はあの女のことなんて好きでもないし興味もない。赤の他人も同然です。でもどうしてそのことを話してくれへんかったんですか？そんなこと当然じゃないですか。豆ひなさんは社長のお気に入りの舞妓です。こんな話が知れたら僕の立場上まずいのですよ。ですが昨日高木専務があんなことを言っていたということは、僕たちのことを知っているんでしょう。まったく、
本当に迷惑な話ですよ。鏡のマムヒナに対する感情が険悪に更新されました。鏡はマムヒナから激しく言い寄られ、迷惑に思っていたようだ。鏡班は、マムヒナ班の行為が迷惑やった。それは立派な殺害動機になるんとちゃうの？ならないと思うけどな。もっと鏡班から話を聞く必要がありそうやわ。じゃあもうちょっと話を聞こう。マムヒナについて詳しく聞きます。マムヒナ班は、ツクイ社長のお気に入りなんですね。ええ、そうですよ。でも、マムヒナ班が好きなんは、鏡班なんですよね。マムヒナ班と社長班の仲はどうでした？やっぱり微妙やったとか？いえ、マムヒナさんと社長は、とても仲が良かったですよ。表向きには。じゃないと葬儀代全部出そうなんて話にならないと思うけどね。表向き？世俗的な言い方ですが、マムヒナさんにとって僕は浮気だったんですよ。そして表向きには、社長がマムヒナさんの旦那候補だったんです。じゃあ、津久井社長は、マムヒナ班と鏡班のことは？知らないと思います。マムヒナさんは社長の前では、僕に一切構いませんでしたし、それに僕自身、このことが社長に知られるのはまずいですからね。まあ、マメヒナさんはとても派手な方でしたから、僕の他にも浮気の関係にあった男性がいるかもしれませんね。ほな、マメヒナはんは浮気をしてはったけど、いつかは津久井社長が旦那班になられる予定やったんですね。そうだったのですが、最近の社長は鈴乃さんにべったりで。鈴乃ちゃんどすか？ええ、最近マメヒナさんと一緒によく鈴乃さんもお座敷にお呼びしています。お座敷以外でもよく会っていますし、高級なプレゼントも送ったりもしています。社長が鈴乃さんを好きなことは誰から見ても明らかですよ。今の社長はマメヒナさんではなく、鈴乃さんの旦那になりたいように見えますね。鈴乃ちゃんの旦那はん。もちろん、マムヒナさんはそのことが面白くないようでした。内心、社長のことを憎く思っていたのではないでしょうか。津久井の社長はんが鈴乃ちゃんへの心変わり。ちょっと気になる話やな。津久井は鈴乃に好意を感じていると判明しました。津久井は鈴乃が一番のお気に入りのようだ。鈴乃の旦那になりたいと思っているらしいが。マメヒナは津久井に恨みを感じていたと判明しました。マメヒナは津久井が鈴乃に心変わりしたことを恨んでいた。それにしても鏡班、津久井社長と鈴乃ちゃんのこと、ずいぶん詳しいんですね。津久井社長本人が言うたとも思えへんし、豆ひな班から聞いたんですか？あ、いえ、そういうわけでは。たまたま話を小耳に挟んだだけです。誰から聞いたんだろうね。鏡の恋人について聞いてみよう。余計なお世話だけど。そういえば、鏡班って年下の恋人がいはるんですよね。誰から聞いたのってね。どこでそんな話を聞いたのです？
今ここで店員はんのこと言うたら、後で怒られはるかもしれへん。それは言えへんのどすけど、確かにそういう噂を聞いたんどす。ただの噂じゃないですか？僕は今、色恋沙汰には興味がありませんので。なんや、怪しいな。まだ隠してはることがあるんやろか。もう話を終わらせていただいてもよろしいですか？まだ僕には仕事がありますので。はい。最後に聞きますけど、加賀美はんは豆ひな班の死を悲しんでおらへんのどすね。小菊さんには分かりませんよ。僕がどれだけ迷惑していたか。駅や会社の前で待ち伏せされるのは当たり前。会社の女子社員と話するだけで嫉妬されたことも何度かありました。しかも日に何度も電話が来たり、メールが来たり、ほとんどストーカーでしたよ。豆ひな班からメール？豆ひな班、携帯電話持ってはったんですか？ええ、お持ちでしたよ。豆ひな班、携帯電話持ってはったんや。ほな、なんで、お座敷かごの中には入ってへんかったんやろう。証拠、豆ひなは携帯電話を持っていたを入手しました。豆ひなは携帯電話を持っていた。本来、舞妓は携帯電話を持ってはいけないが、豆ひなは携帯電話を持っていたようだ。加賀美はんの携帯電話に、豆ひな班から電話やメールが来たってことは、加賀美はんも豆ひな班の番号をしてはったってことですな。一応、覚えておこう。証拠、加賀美と豆ひなの携帯電話の番号を入手しました。加賀美と豆ひなの携帯で電話の番号。加賀美と豆ひなはお互いの電話番号を知っていたようだ。